皆さんこんにちは。埼玉市議会議員の井原豊です。いつもご視聴ありがとうございます。本日のテーマは昨日行われました埼玉市長選挙、この結果について私の意見を述べたいと思います。まずはその結果というのはですね、現職の清水市長がめでたく4選を果たしたということになっております。しかし、その投票率を見てみますと 28.7% と過去最低の結果でした。やる前から結果が分かっていた選挙ということもあって市民の関心も低かったのかなとは思います。また、得票についてですが、今回清水市長は約21万票を獲得している、一方で共産党候補は8万6千票を取っていて、清水市長の得票に比べて、40% の票を共産党も取っているということも分かります。選挙そのものは結果が全てなので、勝てばそれで万歳というところなんですけれども、しかし、我々としてはこれからそのこういう選挙結果を踏まえた民意を踏まえた市政運営あるいは議会運営というものが求められると私は考えています。でまずはこの投票率というところなんですけれども、この低投票率から言えるということは、政治に関心が低いということもありますが、この選挙における投票率がこれだけ低いというのは埼玉市民の市政への関心度がそもそも今低い状態にあるということだと思います。もしかしたら市民の中で市長を知らない人もいるのではないかというところ、ここはこれからその我々ももっと埼玉市に興味を持ってもらえるようにしていかなければならないというふうに思います。加えまして自分のこの選挙に関する評価というところなんですけれども、自分としては清水市長を支持はしておりましたし、会派としても対抗馬を立てない状態でした。で、その理由というところは、前回の市政ムービーでもご説明いたしましたが、埼玉市役所本庁舎の移転という、この長年の政治課題の決着というところを清水市長が表明しているというところにあります。一方で、これから埼玉市が行わなければいけない事業というのは大きくは3つあると私は考えておりまして、で1つが先ほど述べました視聴者の問題で、2つ目が地下鉄7号線延伸、これもマスコミにも市長選の時に大きく取り上げられておりましたが、今の埼玉高速鉄道線を浦和美園から岩槻まで伸ばしていくという事業です。で3つ目が大宮駅グランドセントラルステーション化構想、大宮駅もずっともう昭和の時代から凍りついた様子ですが、これを未来を想定してもっと人の交流が生まれるような駅にしていこうという話でございます。で、地下鉄7号線にしても、大宮駅 GCS 化構想にしても、これは以前から清水市長もやるということは言っておりますが、しかしずっとこれは実行に移っていない事業なんですね。で、共産党が選挙の時に、大規模事業ばっかりに投資してという話をしていますが、実際まだ埼玉市はその投資すら行っていない状態なんです。なので本当にこれらの事業をやっていくのかというところが、次の清水市長に求められる4年間で、大きなことになってくるのではないかなと私は考えております。特にですね、私も最後の大宮駅 GCS 化構想、これは、大宮駅を拠点にこの埼玉市全体の経済成長につながる、非常に有意義な事業だと考えておりますので、私自身も大きな期待をしているところでございます。そういったところを実行していくことによってもっとその市民の皆様に、これから埼玉市はこういう街になっていくんじゃないかというビジョンをしっかりと発信もしていく、こういったことが次の市政に求められることだと思いますし、それで、これからの、我々の選挙2年後にありますが、こういったところを市政に関する投票率の向上というところにもつなげられるよう頑張っていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。